さい。マジで私に恋しなさい。S。Okay, let's start this. Let's finish it today too. The Young Lion Tag Match Tournament has started. テレビの前のみんなこんにちは。エグゾイルテラちゃんだよ。さてさて、すごいことになってる七浜は、みんなが武道家たちの熱い戦いを生で見ようと七浜スタジアムに向かっているようだ。Interesting fact, this is Izo's favorite stadium because her team's the Nanahana baseball team. ちょっと話を聞いてみましょうか。ああ、そら夜行バスで来たよ。すげえ戦いが見られそうだからよ。1日目は予選？なもん関係ねえ。青森から飛行機で来たよ。こんなお祭りめったに見られないからね。予選とはいえ、すんごく激しい戦いが見られそうだ。はい、ちょっと聞いただけでもこの熱気です。世界が注目する若獅子タッグマッチトーナメントは本日予選、明日本戦が行われます。今頃スタジアムでは熱い戦いが繰り広げられているでしょう。ナナハナステリオン。さあ、川上タッグマッチトーナメント予選では、私川上テレビアナウンサー稲田つつみが実況役で試合の模様をお送りしております。解説は武神川上桃代さん。はい、よろしく。差し入れ受付中。You know what this reminds me of? This is just like Wonko's round. You know Wonko had a tournament? But the only difference is 2v2. なお、リングの四方にはマスタークラスの実力者を配置しております。The difference is, I don't think Tsubasa is gonna lose. Tsubama. Tsubasa? Tsubasa. 観客に被害が及びそうな場合、彼らが完璧に守ってくれますのでご安心を。私がついているから、楽しく観戦してね。Yeah, Shakudo's a good guy now. はぁ、炎天下でめんどくせえバイトだな。川上院の名にかけて、安全は保証するぞい。まあ、特等席で勝負が観戦できるならよしか。いや、頼もしい顔ぶれですね、川上さん。そうですね、頼もしすぎておっかないですね。あの人たちは試合を監視していることにもなりますから、なんかズルしようとしたらあの4人敵に回すと思って試合した方がいいですね。予選のルールも本戦と同じ、どちらかでも戦闘不能になれば負けです。また場外10カウントでも負けになります。いやー、予選でも超満員ってやつね。 Oh yeah, it's so packed in here. 皆さん、水分補給はこまめに行ってくださいね。気分が悪くなった者がいたらすぐ報告するように。 You know what they could at least do? Put down the seats and put like shadows. Make the arena feel more lively. 四八が選手側に回ってるとは、何を血迷ったんだ。まあお金が欲しいのはわかるけど、あのメンツにどうやって対抗するつもりなんだろうね。犯罪行為だけはしてくれるなよ。なんというか熱気がすごいですね。ムワッとします。負けたペアは早々にお引き取りください。おいマザコン、お前もトーナメント出るのか？私は裏方に徹します。暴れるのはあなたにお任せします。けロックじゃねえやつ。小十郎、行くぞ。デンプステイシーツーキー。はい、出陣です。さあ、本戦出場チームを16枠まで絞っていく今日の予選は、3回勝ってようやく通過となります。外国人さんの参加が多いのは嬉しいことだ。世界規模って感じするもんな。第23試合の対戦カードはこちらになります。ワイルドタイガース対ヒートブラザーズ。ワイルドタイガースの2人は久喜家の従者部隊です。ヘイ小十郎、予選なんて通って当たり前だからな。分かってます。アゲハ様のためにも俺は勝つ。フューチャーオンマイハンド、この手で未来をつかむ。That's so chuny. These team opponents are two giant brothers. それでは試合開始。さあ、夏だからこそ熱く燃えていこうぜ。ファック、汗臭い相手に当たっちまった。た
武田小十郎、熱血で負けるわけにはいかん。燃えろ俺の闘志、アゲハ様への忠義。うお、腹にビリビリくる声だぜ。こいつは熱いぜ。熱い男と戦えるなんて嬉しいぜ。なんだこのバカども。ああ、体感温度が上がる。 Well, you weren't a giant maid outfit. You should take that off, Stacy. 何をちんたらしやがる弟よ。俺にやらせろ。 The other brother points to modified shotgun at Stacy. 兄ちゃん、そんな勝手に。まだ俺たちの雄たけび合戦が。うるせえ、兄に指図できる弟なんて存在しねえ。いきなり茶化向けてくるとは、面白いジョークじゃないか。どうだ、怖いか。でも文句は言わせないぜ。武器は何を使っても自由だったはずだからな。まあそうだな、公衆の面前でストリップしろや。それなら優しく攻撃してやるぜ。いいぜ、拝ませてやるよ。ただし、Stacy rip off her maiden uniform. 代金はてめえの豚のような悲鳴だ。 Oh damn, USA, USA, USA. I like Stacy. See, I told you Stacy was best maid. なあ、そんな白物を。火力の違いを見せてやるぜ、やろう。You can't see that.ステイシーさん、伏せてな、チェリー。ロックンロール自由。こいつむちゃくちゃだ。うお、マジか。マジ恋だけにマジなのか。わお、おっと、これは武道会というより戦場だ。熱血兄弟がなすすべもなく打ち抜かれた。安心しな、実弾じゃない。殺したら失格だからな。 USA 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 God, I love America。 分かっていたことですが、やはり重火器は強い。文句なしの本戦進出です。ま、予選の分は本戦で活躍しろよ、小次郎。 Man, Stacy, I need you to turn around。 早く服を着てください。うわ、どこまで順調なんだお前。この格好涼しくていいんだけどな。観客から万雷の拍手が鳴り止みません。金髪の水着美女にみんなエキサイトしているようです。I think they spell blonde wrong。 エレガントさに欠けますね、ヒューム。本戦前のデモンストレーションとしてみればこれぐらい派手でいいのよ。ところでお前、それ何食べてるんだ？サンドイッチ？え、ホットドッグ？リーンがお土産に買ってきた中華街の甘栗です。It was close enough. Chestnuts. 相変わらずマメな部下だな。俺も一つもらうぞ。First round. さあ、試合開始です。Time for me to get running. いや、もう終わったよ。これは相手が勝手に倒れている。どういうことでしょう。 VTR を出してくれ。スロー再生して。ほら、こことここで手刀を相手に当ててる。She killed them。 これだけの早技をあの一瞬で。おお、稽古をしている時より明らかに強い。まあ、私ほら実戦向きだから。ヤマト君も大船に乗った気でいてね。She's very dependable. The preliminaries go off without a hitch. No one's going to let fight to qualify for the finals. Stacy. この弾の量、圧倒的、圧倒的よ。俺たちからの挨拶代わりってことで受け取りな。当たらないんだよ。Oh, it's Ami. Who's Ami? Cookie.Itsukaki Ami deflected bullets by spinning her rod. そして私にはそれ式の銃弾は効かん。実弾であればお前たちなんぞに。
ルールは承知の上で来たんだろう。行け犬。はい。クッキーダイナミック。エネミー。DG だ。このゲロ。よくやった。あとで機体を磨いてやろう。I think they ran out of budget. They used all the budget on the enemy on a freaking prologue. ちょっと嬉しい自分が情けない。板垣亜美とクッキー2のアーミー&ドッグ本戦進出。行くぞ暗黒雷神脚。今我も得意とするところ。オーアタック。Yo, Hideo's the boy. Hideo kick blows the enemy away along with his kick.技のキレが違う。誤信で中国憲法をかじっている甲斐があるというもの。ジュン、お前の方は負けておらぬであろうな。負けちゃいないけどよ、女相手はやりづらいぜ。ま、これが小さい女の子だったら手も足も出ないな。ロリコンか。その罪、私の拳で断罪して差し上げます。Gotta take a punch straight at June's face. 断罪とは失礼な。受け取れ、俺のピュアな心を。 June avoids the punch by no hair. これがロリの力だ。ふーらー。 He jammed his face into Karateka's shoulder. 私としたことが。ほう、普通の学生が頑張りますな。さすが交流戦で暴れただけある。クキヒデオ&井上潤のフラッシュエンペラーズ本戦進出。 In the waiting room. 順調にみんな勝ち進んでるみたいだな。 Yo, they never told us Shuichi partner. Oh. そうでなければ面白くないわ。 He got the canyon girl. And never expected Cap teaming up with Otomo. いやー、単純に火力強いやつと組みたくてさ。どうせなら派手に行きたいからな。そこで大友の出番というわけよ。火薬の量を減らされてしまうので大会参加は見合わせようと思ったが、わざわざ遠方から来て指名してきたのだ。その心意気、汲み取るのが武士の気骨というものさ。 She's kinda cute because of the band-aid, man. It's a uniform too. The uniform plus band-aid. That's super moe. 大友 smiles brightly. Anyway, I know a lot of people in this room.It's not really tense. 外国の方々も出場されてますけど。あっと、太陽の子メッシは源義経の剣技の前にあえなく沈みました。こんな風にくじ悪くて消えていくもんな。義経ちゃんさすがだね。メッシさんって優勝候補なのに。ま、あれでも義経だからな。ふん、義経は俺が倒すのだから簡単に負けられても困る。ああ、なんだお前は。今から弁慶を倒してくる石田というものだ。那須の与一、覚悟しておけよ。なんだか強そうな人たちだったね。ま、アネゴはそれ以上に強いけどな。Yeah, all he has like bootlegged super saiyan powers. すごい怪力だ。弁慶手で掴んだ槍ごと島をリング内へ放り投げました。島、場外につきカウントするね。ふん、分断するとは小賢しいじゃないか。だが出世街道を歩む俺をなめるな。究極を見せてやる。You should have concentrates. タツコ、挟んで仕掛けるよ。はい。Damn, they're gonna get destroyed. 音大将、お逃げください。そこは死ですぞ。交流覚醒、何？ドアック。Benkei Lariat from the front, and here comes Tatsuko Lariat from behind. Struck simultaneously, Ishida loses consciousness without a sound. 決まった！これは痛烈！ Damn, that's like double fucking power team.Double Lariat. しばらく意識も戻らないだろう。技を発動させるため意識を集中させたその瞬間を逃しませんでした。恐るべき弁慶と板垣立子のデスミッションなるぞ。ぜひとも戦ってみたい二人だな。うつうつ。悪いけど
技の発動を待ってあげるほど暇じゃなくてね。何より強くなられると面倒。本大将、本大将、聞こえてないか。やったー、勝ったね、弁慶。 The dream team、 Tatsuko and Benkei man。 そうだね、言う通りに動いてくれて助かる。動くよ、優勝して家族に景品プレゼントしたいもん。 And Tatsuko Tsubei、 She only cares about her family and sleep in Yamato。 ま、今日はもう終わりだから、明日まで力を蓄えるべく寝ようか。大賛成。 The people watching the match on TV in a waiting room began to shake。 さすが武蔵坊弁慶、強いわね。お嬢様、あれは危険な組み合わせです。ああ、間違いなく優勝候補じゃないだろうか。西方重要氏の異名が落ちたってなら大友があげればいいさ。そうか、そうだな。さすが立つね、パートナーも頼りになるな。だからパートナー選びは重要と言ったろう。不良の部下で妥協するから予選で負けるんだよ。うるせえな、クソ、ルディめ雑魚すぎるだろ。ま、これでうちら三姉妹全員本戦残りだぜ。こいつはお宝が見えてきたじゃないか。あ、次の試合は直江ちゃんの出番ですよ。三度目の出番だね、頑張れ頑張れ。今までは大したことない外国人が相手だったが、今回の相手は西方重要氏じゃねえか。 Are you fine, Shuichi? 本日すでにカルガルトに勝している姿勢チーム、対するはデコボコマシンガンズです。いやー、マジうちついとるわ。 OK, we're not fighting Shuichi yet。 京都の松永ツバメと戦えるチャンスが来るとはの。重勇士の浮田さんと天子さんか、お互い名前だけは知ってるね。今日で白黒つけてやる。浮田、素早い攻撃に気をつけろ。わかっとるで、どれもが一方的な攻めやった。あれに対抗するには先に攻め込めばええや。うわ、She's going after the senpai right off the bat。浮田のハンマーの威力に会場が大きく揺れました。潰してしもうたか。ま、自分の頭の上だ浮田。え、ツバメ先輩 easily avoids and jump above her head as soon as she lands。 The damage had already been dealt。Uki's unconscious body meets the ground with a loud crash. 防御力高そうだから鍛えれないところ攻めちゃった。見事だ、早い、またまた秒殺だ。何が知性なのか、知性チーム余裕の本戦出場です。しかも実質すべて一人で片付けています。 DM did not give credit to Yamato. Yamato did research. Alright.その名は松永ツバメ、松永ツバメです。そうそう、しっかり宣伝してね。こりゃ強いお嬢ちゃんがいたもんだな。いいぞ、我が加盟がさらに高まっていくぞ。あとはまゆまゆが本気になったりすると本戦がとてもとても楽しみだぞ。Ooh, I'm looking forward for that too. I'm looking forward for Benkei and Tatsuko with Mayuchi. Those are the only three that I know that's the strongest. Ah, 明日が待ち遠しいな。その笑顔、明日の今頃でも続いているかな、桃よ。And that's it for the preliminaries of the Young Lion Tag Match Tournament.Muggy, sweaty midsummer morning. The sky, the few clouds that survive slowly move along, following the dry breeze. うわ、朝からごちそうですね。カツですか。
chicken. 今日もすっごく暑くなりそうだからね。しっかり食べて栄養をつけてトーナメント頑張るんだよ。敵に勝つということだな。ありがたい。いただきます。寮にいる全員が本戦に残るなんてすごいもんだよ。ああ、そういえばそうだな。全員敵じゃないか。ここでピリピリしててもしゃあねえしな。お、これテレビで今日のこと触れるんじゃね。エグゾイルナンバーワンのいい男テラちゃんと雪広アナがお送りするニュースでドゥーン。エグゾイルか。あのぐるぐる回るダンスかっこいいよな。マルさんはそのダンスできるんだぞ。すごいだろ。リクエストしたら舞台を訓練して見せてくれたんだ。軍の精鋭にそんなこと要求したらいけない。さて、昨日予選が行われた若獅子タッグマッチ、テラちゃんのおすすめはどんな試合だった？まずは身内びいきのように見えるがこの試合だ。1オラ、2イクゼクセ、3ソバット。なんだこいつ、早いだけで技術も力もないではないか。4ここで離脱で5国崩しチェスト。これで決着。決まり手は大筒による狙撃だね。イケメンでバンダナの男の子がおとりになっているの？おいおい、俺の方がイケメンだろ。もちろんよテラちゃん。で、乱戦に持ち込み大筒で援護させる作戦だね。戦い始めて5秒後に筒とか作戦決めてるんだろうね。そして時間になるとおとりは素早く敵と位置を離す。度胸がなきゃできないし運もつきまとう。クレイジーだね。そして敵にきっちり弾当てるドゴーンちゃんはさすがだ。ドゴーンちゃん、ドゴーンちゃん、大友ホムラのあだ名さ。他にホムホムってのもあるけど、それより大筒打ってるイメージが強いからね。なんだかやけに親しみを持ってるわねテラ。かんぐるな。同じ西方重油師だから肩持ってるだけだ。ヤッホー、見た見た、俺映ったぜ。注目だって。呆れた。あんな特攻野郎な戦法を取りゃ注目もされるさ。あれで怪我しないのがすごいってみんなで感心してる。まあ軽いやけどはしてるけど、なんてことはないぜ。運もつきまとうって龍蔵寺は言ってたけど、だからこそ面白いと思うんだよな。良い子は真似しないでね。真似できないと思うけど。では次に私が注目した戦いはこちら。モーリオ、まさかお前とこうして戦うとはな。美しい私にお前は近寄ることもできないて。殿下御給とまさか組めるなんて、恥ずかしくない働きをしないと。どうすんだ、矢の弾幕がすごすぎて近づけないぞ。遠距離戦のエキスパートに当たるとか相性最悪だな。ま、だからこそ倒しがいがあるものよ。まあ、間合いを保ったところで美しく近づけばいい話。勝ち弓開始でソロ。さて、俺は勝つために覚悟を決めた。頼むぜ島津。お前、いいぜ、男の決断だ、尊重する。よし、おい毛利、予選から切り札を見せてやるぞ。これぞ先祖秘伝、オキザリスの花から作った強力油だ。ぬめりが違うぞ。油がぬるぬるすぎて放った矢が滑るでスワロー。さて、俺が油で体をコーティングしたとなると。美しく火矢で攻撃する。すぐに鎮火してもらえよ。そうなるよな。だからこっちも特攻だ。走ったところで遠すぎる。美しく燃えろ。暑いけどこれぐらい根性だぜ。燃えながら突っ込んでくる。
くそ、まだ矢が刺さらん。お、この美しい私がクソなどと、ちょっと美しく訂正させろ。これはアニメじゃない、現実だ、モーリー。つまり細身はマッチョに勝てないんだよ。相棒を盾にして後ろにぴったりついてきてるです。オロこが派遣、美しいこの私の。さすがだ島津、信じてよかったぞ。 He's still on fire. はいはい、超ソカベを鎮火するぞい。奥義川上水流。はい、これが私の予選ベストバウトです。へえ、珍しいね、暑苦しいコンビを押すとは。パートナーを信頼しての特攻、それに応えて一撃で相手を沈めた男に、私は素敵だと思いました。半分毛利の自爆みたいな気もするけど、大したものだね。お、バカ息子が紹介されるとはね。レイコさん、なんだかんだで嬉しそう。これで嫁のもらい手でも現れるといいんだけどね。Trust my partner. Yeah. ヤマト、どうしたの？具合でも悪いの？熱でもあるのか？何かあれば言え、ほら。No, it's just... I didn't really do anything yesterday. I just felt pathetic as a man. 元からそういう話で相棒になったんだろ？ But I thought I'd be evading their attacks all out. But they were all beaten instantly, so I couldn't do anything. I'm starting to think that I shouldn't have paired up with her. なるほどな。まあ、そういうことなら安心していいんじゃない？はい。今日は嫌でも出番ありますよ。何せ本戦だからな、今までと同じにはいかねえさ。いじけてる時間があったら体でも動かしたらどうだ。そっちの方がよっぽど建設的だぜ。 Yeah, you're right. しかしお前がそういう風に悩むの珍しいな。それだけツバメってこの役に立ちたいんだろ。 No, I got her name wrongI spelled her name wrong. I was like, Tsubasa? Wings? Tsubame. Okay. Dang. Ugh. あらまあ、うぶちゃんよ、ヤマトボー。Ahem.Okay, I'll start stretching. Touch koi! Hogushi makuru yo! I didn't mean it like that. I ran. Nao Yamato! The older great Edo sister! Machi nasai! Kisama ima baka ni shita na? I just think that name isn't great. Shiai de atattara kakugo shi nasai. I'm sorry. Ma, sunao ni ayamaru nara yurushimasu. She forgave me quite easily.Some people are really sensitive about names. Like people getting angry about calling them tiger instead of tigers. The stadium is packed. 皆様、大変長らくお待たせしました。タッグマッチトーナメント、本戦開始でございます。And does the entire world starting in the homes of those watching the tournament televised? America. ついに始まるか。若き獅子たちの戦いが。大統領、モモイオの出番は最後かと思いますが。モモイオ、見ておくのはもちろんだが、他にも見るべきところが多いさ。我が国からも。1と2というバイオニックソルジャーを送り込もうとしたのですが、発表から開催までが早く調整が間に合いませんでした。まあ今回は観客に徹しようじゃないか。大会後の株価の動きも注目だな。
情けない話です。桃代を見ると思うと震えが止まらない。相手は武神、無理もない。神を恐れるのは当然のこと。Germany. クリス、頑張れ。私は見守っているぞ。できれば駆けつけて応援してあげたいが、直接見るとクリスに援護射撃をしてしまいそうだ。そうするとクリスは反則負けだからな。いかんいかん。若返って参加するという選択肢もあるが、バレたら世界規模で恥さらしだからな。もどかしいが、やはりここで見るのが一番なのだろう。頑張れクリス、頼んだぞマルギッテ。 I'm gonna destroy her. China! You will never find out who the Chinese girls were. 始まるぞタッグマッチトーナメント。 I don't know who Renchi is, but she's hot. あっちらも資格を送り込んでおけばよかったのにな。 Shishin is pretty cute. ルショーとリキあたり今暇してんじゃねえの。まあそう勝手に動けないでしょう。Yoshi's pretty hot too. いよいよであるな。待ちわびたぞ。I wonder who the three Chinese girls belong to. Which visual novel? はい、すべては計画通りです。これ以上ない大舞台ではないか。ゾクゾクしてくる。本戦に進んだ小杉の応援してあげないとね。うむ。まずはそこだな。そしてもちろん兄上の応援だ。しかし門様はここで感染していて大丈夫ですかな。確かに暑いでありんすよ。かまわんかまわん、みんなで見た方が楽しいわ。私この七浜で出場しています田尻康と申します。地元ゆえのゲストということでトーナメント本戦の実況をさせていただくことに相なりました。最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。さて解説は引き続きみんなのアイドル川上桃代と西の雄天神館は西方重有志の石田が送る。 Wow. They turned him into a commentator. Awesome. 予選で落ちた有力者を解説補佐につけようと思ってね。そうなるとメッシか石田の二択だったわけだが、重要士も何人か本戦に残っているし、石田に頼んだ。賢明だな。出世街道を歩む俺の解説は分かりやすい。しかしお前もきちっと交流覚醒しておけばな。あれを止められるのはそういないだろうね。もったいない。有名な戦国大名も負け戦の一つや二つ経験したものよ。だがその度に大きくなった。俺も今がそれだってことで。はい田尻さん、進行どうぞ。試合の流れ玉から観客の皆さんを守る男たちの紹介です。予選と同じく強さの壁を越えた4人の男たち。はいはい、わし川上院総代鉄心じゃ。よろしくの。川上院師範代ルーだよ。皆さん今日も楽しんでね。天神館館長鍋島だ。観客はただ試合を楽しめばいい。名乗るようなもんじゃねえけどよ。ま、給金分は働きますわ。ジェームシャック、though, he's not gonna mention his name. 彼らは試合中の選手たちにアクシデントが起こった時もすぐに駆けつけてくれる素晴らしいスタッフです。Cookie Court, Far East Headquarters. ヒデオメ、直に戦うとはいつまで経ってもやんちゃだ。これはこれは、つぼね様も巨大モニターで観戦ですか。マープル、そうか、お前は義経たちが出るものな。はい、プラン発案者として戦いぶりを見届けませんと。時代を担う若き志士たちの方向を聞きたいか。それは私も同じことでございます。さあ、皆さんお待ちかね、トーナメントを戦う選ばれし16チームの入場です。英雄再臨、天下五級を従えて新たなる伝説を作る。優勝候補の源義経&椎名都、源氏愚連隊だ。その名に恥じぬよう精一杯頑張るぞ。文字通り
援護射撃あるのみ。 Yeah, I wonder who the first opponent is gonna be. 筋骨隆々こそが起源にして頂点と知らしめたい。長宗我部宗男と島津学徒の400万パワーズだ。俺の強さと四国の素晴らしさ見せてやる。俺様に惚れた女がいたらいつでも連絡待ってます。どちらも名家、格闘術はすでに完成されている。真由住幸恵と武蔵小杉のザ・プレミアムズだ。この絢爛な場こそプレミアムな私にふさわしい。お友達も募集中です。今度の的はお前自身、狙撃なら絶対に負けん。夏の夜一と田桜清楚の桜ブロッサムだ。足手まといにならないよう頑張ります。こんなでかい大会、どんな奴が紛れ込んでるやら。何でもありだから、忍者がいるこいつらが怖い。福本育郎と八谷一助の無敵童貞軍、予選は全て不戦勝。童貞が持つ未知なるパワーお見せしよう。写真を撮りつつ試合も勝つ。俺にはできる。正体不明だが参加資格を満たしているのは確認済み。その名はミステリータッグ。一体何者なんだ。 What the fuck? 軍人こそ最強、優勝なんてイージーオペレーション。マルギッテとクリスの大江戸シスターズが登場だ。自分とマルさんが組めばそれはもうすごいんだぞ。私に眼帯を外させる敵が出ることを祈ります。でかい胸が、ド迫力だからこその優勝候補。武蔵坊弁慶と板垣達子のデスミッショネルズだ。よろしく。名前の元ネタは想像の通りです。眠いけど頑張るよ。自分たちの強さを証明するとき来たれり。寿司川心と榊原小雪の KK インパルスだ。ヤッホッホ、誰だろうと投げまくってやるのじゃ。僕たちの熱い戦いはこれからだ。自分を試すため世界を動かす男が大会にやってきた。久喜秀夫と井上潤のフラッシュエンペラーズ。久喜だろうと遠慮するなよ。みんなちょっと遠慮してほしいけど、守るこっちは大変だ。川上の SM クラブからナンバーワン女王が下僕と共に上陸だ。板垣亜美とクッキー2のアーミー&ドッグ。人稼ぎできるチャンス食らいつくまでさ。ねえブーター。公衆の面前でマゾ呼ばわりされると。町の闇で磨いた喧嘩技と川上流の薙刀が奇跡のコラボ。川上和子と源忠勝のチャレンジャーズだ。おーす、ガンガン勝って名を上げたいわね。俺は和子のサポート、やれるだけのことをやる。大筒に磨きをかけて参上。大会に嵐を呼ぶコンビ、大友穂村と風間翔一のファイヤーストームだ。我は西方十勇士大友ぞ。この名をよく覚えておけ。運命は絶えず俺に味方する。やってやろうじゃない。この瞬間だけ羊ではなく獲物を狙う凶暴な虎に変貌。武田小十郎とステイシーのワイルドタイガーだ。レアアゲハ様頑張ります。大佐、お久しぶりじゃないか。私たちは強いんじゃない、最強なんだ。タグロクロコと板垣エンジェルの地獄殺法コンビだ。万代系の拍手系が気持ちいい系、頑張るか。はい、うちの名前は省略して天でいい。天で。さあ残すところも最後の一組、相手への対策は完璧だ。粘りもあるぞ。松永つばめと直江大和の姿勢チームだ。はい、仲良く楽しく一生懸命頑張ります。 I'd like to contribute even a bit to the team victory. これで全部か。一つ怪しいコンビがいるがいいのか。
まあこういう展開にはお約束なんじゃないか。猿のチーム全部不戦勝って何それ。まあ何かやってるんじゃねえか。確実にこうして見るとニューフの人が多くて鼻高々です。うん、みんなを応援しないとな。配った岩塩時々舐めてね。暑さ対策だから。参加者の法則をお気づきになったでしょうか皆さん。そう、ほとんどが川上周辺の人間たちなのです。データが取りにくい外国人の強者は闇討ちしていったから、それも当然。まさかここまで川上色に染まるとは、情けねえな。あら、sorry about that. 年齢制限も原因じゃよ。世界でも名を馳せてる格闘家の皆さんは大抵20代後半以降だしの。まあある意味狙い通りじゃわい。四天王の選出基準は国内の若い格闘家だからの。腰を据えて選べるぞい。予選で外国人同士が潰し合っていたの。ムエタイとボクシングとかダブル KO だったしな。そうやって強者が勝手に潰し合ってくれて、結果勝ち残る運も実力のうちだな。それだけの激運を持つ者が本戦に残っている。ヘクション。そう考えると厄介なパラメーターだ、運というの。まさかうちらがただの観客になるとはな。仕方がない、相手が強すぎた。くそ、頭脳勝負なら負けへんで。お前は無駄に頭が切れるからな。さて、できれば重勇士に優勝してほしいが。みんななかなかに厳しそうだ。なーに、応援しがいがあるっちゅうこっちゃ。ではトーナメントの組み合わせに移りましょう。巨大モニターに注目だ。組み合わせは瞬時に決まるぞ。コンピューターがランダムで一斉に配置します。さあ、これがトーナメント表だ。 Let me see this. The tournament roster on the screen. If you look at it closely, though, it's 10 versus the maids, 4 million power Gato versus Yonpachi, the Yamato team versus Kirisu team.Missionaries of Death. No. Missionaries of Death is Bankei team. So that's the first one. Holy shit. The Premiums versus Cherry Blossoms. So that's Mayuchi team versus Cherry Blossoms. Seiso team. Holy shit. I don't know, man. I think Mayuchi got that. Genji Crimson Squad. That's Yoshitsune versus Amy. Yeah. Cookie team. Firestorm.Versus the Sisters of Edo. That's Kirisu team. Versus Firestorm. That's the Captain team. Challengers, Flash Emperors. Kazuko versus freaking Cookie. Hideo Cookie. Back in an hour? Yeah, I'm back in an hour, man. I've been streaming for like 46 minutes. What do you mean? Mystery Tag team versus KK Impulse. Who's KK? KK was...was double K impulse. I don't remember. I think that was... Who am I missing? Damn. Alright. Whatever. Can't believe we gotta fight Bankei first though. That's pretty fucked up. I thought that would be like the finals. First opponent are the missionaries. This is really bad. No!なんと初戦の相手はカズコ殿ではないか。 No lie, I want Hideo to be Kazuko, but I feel like Wonko is gonna win. 最愛の者といきなり戦うとは。
クキ君か。誰だろうと全力だけど。Oh yeah, yeah, yeah. Kokoro and Koyuki. I forget because I always call her Yuki. I forgot her name starts with a K. It's Koyuki. そりゃまあやりにくいだろうな。これが仮の組み合わせになるわけですな。Honestly, I thought Benkei and Tatsuko is going to be in the finals, but they can't.I bet the final is going to be Shuichi, just because plot armor, man. He's too lucky. The man's too lucky. He's going to be in the finals. Him and Yamato. The ultimate BFF destined battle. 試合開始は1時間後。それより30分前に正式な組み合わせを発表します。互いの合意があれば、組み合わせの変更を受理いたします。I see. It's interchangeable. 本当。作戦次第では大物食いが起きやすいよ。いろいろ配慮してくれているんだね。I think I finally have a chance to do something, 先輩。自制チームらしく動いちゃう？まあそう簡単には変わらんじゃろうがの。では組み合わせの解説は正式なのが出てからだな。どうなるだろうな。楽しみ楽しみ。さて、皆様をお待たせしている間に余興として、鉄心さんや鍋島さんの剣舞などをご覧に入れましょう。似合うと言われた俺が余興で使われるとはな。ぼやくなぼやくな。茎から金出るじゃろ。The mood in the waiting room is unexpectedly friendly. Probably because a lot of people here know each other well. あずみ。ステイシー、二人とも元気そうだな。大佐もお変わりなく、何よりです。相変わらずロックなヒゲだぜ。いや、ナイスマスタッシュ。なんだ？変な組み合わせで和気あいあいとしてんな。傭兵時代、同じ部隊に所属していたそうだ。しばらくは思い出を語らせてやろうではないか。戦場を駆け回った私たちがこぞって従者になるとはな。言っちまったダニーやグレッグがこれ知ったら笑うな。思い出すな、あのクソったれな日々を。あの血と荘園の日々。あ、フラッシュバック。こればかりはいつまで経っても治らんな。 What are they doing? That looks interesting. Seems like Stacy-san's not doing so well. Stacy-san's team is fighting Haguro's team.どうだったヤマト君、こっちはちょっときつかったね。みんな気力充実してて狙い目のチームってあまりなかった感じ。 I found one. I'll try asking them. 所詮にミッショネルズ回避できたらお手柄だよ。いずれ戦うにしても手の内を見ておかないと。 I'm just happy to be a fell. はぁ、よりにもよってトップバッター系かよ。いいじゃねえか、派手に暴れ回ろうぜ。ちょっと緊張しちまうタイプなんだよな、あたい。そりゃカホン。何仕上がる系。情けないこと言うから気合い入れてやってんだろ。ったく、ちょっとトイレだ。お前だって緊張してんじゃん。うっせえわ。そんなんじゃねえよ、たまたまだ。ちくしょう、我ながら本番弱いぜ。Haguro-san, unheard. Oh, Naoike ka. Teme kono yaro, otakai ganbaro ze. Sure. If you don't like your first opponent, do you want to switch? Nani sore? Yasashii chan. Donna ura ga anda yo? Damn, she's not stupid, man. That's Benkei. To be honest, I don't want to go against those people in the first round. Ah, omae en toko ikkai sen no aite ga Benkei nano ka.Now, how should I persuade her? First... Yash, 組み合わせ交換しようじゃねえか。 What the fuck? What? Hey, is that really okay? あたいは本家レスラーの娘だぜ。あいつらのラリアットとか改善点多すぎ。むしろカモケンなんですけど。あのコンビに本物のプロレスを教えてやんよ。 I see. Then please swap with us.I didn't even need to talk her into it. I finished the position swap and poured in. I never thought it would be that simple. いいんじゃない？互いに納得の上なら。Yo, they're dumb. でもよくやったね。
ありがとう。源氏グレン隊とミッショネルズ、そしてあのミステリータッグとは戦いたくなかったんだ。Yeah, not only their power, but even their identity is mysterious. But they're fighting them for us. いいよ、いいよ。盛り上げていきましょい。The Bami Senpai taps my shoulder. で、一回戦の相手の攻略法だけど。Yeah, let's talk about it. お、知性チームが隅で何やら話し合ってるぞ。作戦でも立てているのであろうが、大筒で小細工もろとも吹き飛ばしてくれる。んで、ねえねえ、あんたら何者なの？ All I know is they female and male. Let me hear their voice. なんか気になっちゃうんだよな、俺。They didn't even talk. The masked man walked away. おりょ、無視されちまった。あんな怪しいのよく話しかけられたな。なんか危険そうな雰囲気を漂わせているのよね。あ？なんだお前たち、何か用か？皆様お待たせしました。30分経過でございます。こちらが正式な組み合わせとなります。ほう、知性チームとミステリータッグが動いたね。あとは動きなしか。第2試合で重勇士が潰し合うのか。うん、1回戦の注目はズバリ第4試合だな。 Damn, I can't read Japanese。娘と与一の戦いはどうなるか。義経ちゃんと弁慶ちゃんはブロックが分かれたの。ヤマトは楽な方にうまく動いたよね。ああ、さっきまでの位置は激戦区だぞ。おいおい、知らない間に位置動いてんじゃん。でもこれでリラックスできる系だろ。わかる。うちらの相手立つねえじゃねえかボケ。まあでもアミネの命令がない限り切れないだろうし、大丈夫だよな。つってもうちもハイになる薬空気に募集されてるけど。腹くくるしかねえか。ステイシーさん大丈夫ですか。ああ、全てがファック。まずい、やや鬱の状態になっている。こうなれば俺が背中に気合を注入するしか。もみじだ。 I think she's gonna bite you。 元に戻れ。 Oh my god, he's screaming at her。 ちょいって。 And it worked。 てめえ何しやがる今やろ。死ぬかおい。 よかった戻った。おいおい、俺たちの相手がミステリータッグになってるぞ。カズコ殿が我との戦いを避けてくれたのか。いや、相手正体がわからないだけに不気味だぜ。Damn, this sucks. I do want to see Wonko versus Cookie, but it's too late now. FF5 で予備知識なくオメガに触って瞬殺された思い出がなぜか脳裏をよぎったんだ。Wow, spoilers. まあやるだけやってみようではないか。Can't believe they put FF5 reference in this game. 予選でたっぷり暴れたろ。危険してもいいんだぞ。そうもいいかぬ。やつらが強敵だとしたら2回戦でカズコ殿に当たるではないか。負けるにしても体力は削っておかねばな。とことん尽くすやっちゃな。長宗壁、茶を入れた。飲んでリラックスするといい。 Yo, he's gonna fuck him over。 おう、まずはお前が飲んでみろ、ハチヤ。 Yeah, he's too smart。 おっと、急用があったのだ。ごめん。まっ、あいつら全部不戦勝だからな。油断できん。とりあえず飲料水や食い物に気をつければいいんだな。それと粘土で作った美人人形による罠だ。フラフラついていくといきなりしがみついてきて大爆発する、ハチヤ得意の必殺忍術だな。えげつね。聞いてなけりゃ 120% 引っかかってた。そんな技を使う一族だから女が信用できないんだな。色気に流されぬよう童貞を貫いているわけだ。Oh, that's why he wanna be a virgin. That makes so much sense. His family fucked him up. なるほど。ところでお前も童貞だよな。おいおい、四国のいい女を放っておくわけないだろう。Oh, Gakuto, it's okay. え？
It's okay. まさかお前、童貞のわけないよな。Dude, Gokta, why you gotta bring that conversation up? そんなわけないじゃん。この筋肉が何人の女の涙を吸ったことやら。はあ、童貞だったら、俺が女を見繕ってやらんといけなかったところだ。え、あ、Dude, you got you fucked it up for yourself, dude. He was gonna hook a brother up. お前はそんな情けない男じゃないわな。Dude, he almost lost his virginity, but he fucked everything up. He gotta lie and say he's not a virgin.He was gonna hook a brother up, man. Oh, yo, 当たり前じゃないか。It's okay, Gokto. Dang, he chooses to preserve his pride. それでは参りましょう。1回戦第1試合。